アガツマ線は、群馬県渋川市の渋川駅から、群馬県あず郡妻ま村の大前駅を結ぶ、東日本旅客鉄道の鉄道路線である。群馬県北西部にあり、殿川支流のあず川により形成されたあずま谷を渋川から精神する路線である。沿線には、草津温泉や四万温泉、沢渡温泉、川原湯温泉、尻焼温泉など、温泉が多く存在し、 東京から直通の特急が運行されている。また、普通列車もすべて上越線経由で新前橋駅、または高崎駅から直通している。以前は、スイカなどの IC 乗車カードは利用できず、JR 東日本の関東地方の在来線で唯一東京近郊区間に含まれていなかったが、2014年10月1日より全線が東京近郊区間に含まれ、 導入済みの渋川駅に加え、中野城駅、長野原草津口駅、万座、風和口駅でスイカ及び、スイカと相互利用可能な IC カードが使用可能になった。全線を高崎支社が管轄している。東郡国村の群馬鉄山で採掘された鉄鉱石の輸送のための路線として1945年、渋川長野原間が長野原線として開業。 長野原から群馬鉄山のある大使までは日本港感謝の専用船が付設された。当初は貨物専用船として開業したが、1946年までに渋川長野原間の旅客営業を順次開始した。なお、渋川から中野城までは、東温泉馬車軌道が1912年に開業しており、この馬車鉄道は、 その後あずま軌道と社名を改め1920年には路面電車となり、そして群馬電力、東京電力、東京電灯と経営者が変わりながらも1933年まで営業を行っていた。あガツ線のルートは、規格は普通鉄道なので曲線は少ないながらも、これにほぼ並行する形となっている。群馬鉄山専用線は、1952年に、 国鉄に移管され、1954年に旅客営業を開始した。1963年の群馬鉄山の閉山後、1966年に貨物便運行が廃止、1967年の長野原線電化からも取り残され、1970年に長野原伊勢延伸に伴う長野原駅構内の改築工事を理由として休止、 そのまま列車の運行が再開されることのないまま、翌1971年に路線が廃止された。今でも長野原草津口駅付近の車窓から廃止された大使支線の鉄橋が見られる。大使駅跡には小さな公園として花壇が整備されているほか、当時のトイレも残され、地元の人により管理されている。なお、大使へは長野原草津口駅から、 中野城町 A バスで行くことができる。長野原井星は、妻まごまでの予定線が、妻まご線として1953年に、鉄道不設法別表第54号の2に加えられ、1963年に、工事着手。1971年3月7日、大前まで、延伸開業、同時に線区名が上がつ線に解消された。1961年には、 別表第54号の3として、つまごいから、新越本線、豊野まで延伸する予定が決定されたが、未着工に終わった。大前豊野間の建設を断念した理由として、当時の国鉄の財政力が弱まっていたこともあるが、それ以前に、土地の事前調査により、大前伊勢のつまごい村内の地熱が高く、長大トンネルを掘削して、列車を通過させることが危険だという技術的な、 判断もあったとされる。岩島駅長野原草津口駅間は、八っぱダムの建設によりダム湖に水没するため、線路の付け替え工事が行われた。日本一短いトンネルとして知られていた、樽沢トンネルは水没区域外に位置しており、水没は免れるものの、新線付け替えに伴い用途廃止となった。川原温泉駅は、温泉街と同様に西側の高台へ移転し、 新たな河原湯温泉駅が設けられた。また、付け替えに伴って掘削される3トンネルのうち、岩島河原湯温泉間における8パトンネルの施行にあたっては、日本の鉄道トンネル本校では、初の全断面 TBM 工法が採用された。2009年に、日本政府の自民党から民主党への政権交代による8パダム建設中止問題が浮上し、 ダム本体建設についての予算は一旦凍結されたが、あがつま線付け替え工事及びダム周辺の道路整備にかかる費用は予算計上されており、あがつま線の新線付け替えのための工事は継続して行われた。2013年12月18日の八葉ダム水没関係後地区連合対策委員会において2014年秋に 阿賀妻線岩島駅長野原草津口駅間を新線に切り替える予定であることが報告され、2014年5月20日に JR 東日本高崎支社が阿賀妻線一部付け替え工事の完了と新設線の運用開始を同年10月1日と発表した。2014年9月24日をもって岩島駅長野原草津口駅間の急線での 営業を終了した。この日の最終列車通過後に、岩島駅長野原草津口駅間の新線上の切り替え工事が開始され、翌25日は、中野城駅、大前駅間を運休して、夕方まで切り替え作業が続けられた。9月26日から30日までは、渋川駅、岩島駅間で列車を営業を運転し、岩島駅、大前駅間を運休して、 新線区間で試運転と乗務員訓練を行った。この期間は、中野城駅、大前駅間で代行バスが運行された。10月1日から、新線経由で、岩島駅、大前駅間の営業運転を再開。岩島駅長野原草津口駅間の営業キロが、新線への切り替えに伴い0 3トル短縮され、阿賀妻線全線の営業キロは55.3。 キロメートルとなった。渋川駅始発、終着の列車は設定されておらず、全列車が上越線新前橋、高崎方面に直通する。2018年3月17日改正時点のダイヤでは、普通列車が1日に高崎駅、新前橋駅、渋川駅長野原、草津口駅間で14往復、長野原草津口駅万座。 風ざ口駅間で降り十一本上り十本、万座、風ざ口駅、大前駅間で降り四本上り五本が運行されている。このほか上野駅長野原草津口駅間に、特急、草津が平日に二往復、土曜日、休日に三往復運転されている。2007年3月18日のダイヤ改正までは、朝7時台に1 8 5系で、万座、 風川口駅から渋川駅まで快速として運転され、渋川駅から特急、草津2号、上野駅になる列車も運転されていた。また、2016年3月26日のダイヤ改正で、万座、風川口駅発着で運転されていた特急、草津が、万座、風川口方面とは、長野原草津口駅で普通列車が接続する形に改められている。 線路は、春名山、浅間山と草津白根山に挟まれた渓谷を通る。また、沿線には、落石や土砂崩れなどの災害が起こりやすい場所もある。ため、降雨量が一定基準を超えると運転規制がかかり、バスによる代行輸送が行われる。これは、利用者が少ない場合に、タクシーになることもある。無人駅の待合室には、 普通時に備えて代行バスの発着場所や問い合わせ先が掲示されているほか遠隔操作により案内放送ができるようスピーカーが設けられている関東平野の縁を走ってきた列車は渋川駅から吾妻線へ入り上越線内では車窓右手に見えていた上州の名山赤城山に背を向けて精神する渋川駅を過ぎると家屋もまばらになり 田園風景も目立つようになってくる。あがつま線に入って、最初のトンネルを抜けると、金島駅に到着する。金島駅を出て、上越新幹線の高架橋をくぐり、ほどなくそぼ島駅に至り、すぐに利根川の支流である東川を渡る。ここから東川に沿うように走り、行く手には山が折り重なって見える。進むにつれ、車窓左手には、 川の様子が変わっていく風景が、車窓右手には山々の風景が展開する。二つのトンネルを抜けると、砂利を採取し、採石を搬出している小野上駅に到着する。小野上駅前の桜は見事で、沿線の春の風物詩でもある。小野上駅を出て、トンネルを一つ抜けると、温泉施設の建物が目立つ小野上温泉駅に到着する。 山の中に分け入っていくあがつま線であるが、この区間にはトンネルがない。小野上温泉駅を過ぎると、渋川市とあずまの境になり、鮮明にもなっているあずまの地に入ることになる。あずま川と寄り添いながら、田んぼの中の小さな市場駅に到着する。市場駅を出て5分足らずで、あずまの中心地中野城町にある中野城駅に到着する。中野城駅は、 名東四万温泉や沢渡り温泉の玄関口でもある。次の群馬原町駅までは、あずま川が蛇行していて、あがつま線とはやや離れる。中野城駅を出て四万川を高い橋脚の橋梁で渡ると、浅間院温泉橋の入り口ともなっている群馬原町駅である。駅周辺は、開発が進み、郊外型店舗が目立つ。群馬原町駅を出ると、 国道145号がオーバークロスし、列車は緩やかなカーブを描いて、郷原駅に到着する。郷原駅の北側に見える切り立った岩山は岩槌山といい戦国時代にあった岩槌城跡である。ハイキングコースなどで訪れる人も多く、郷原駅が起点となる。郷原駅からはトンネルが続く区間になり、二つのトンネルをくぐると、八ク駅に到着する。 次の岩島駅までは、貸し段丘の上部を走るので、車窓左側に、東賀妻町の,町の古い町並みや深い渓谷の様子を見ることができる。薬来駅を出て3分程度で、岩島駅に到着する。岩島駅から長野原草津口駅までの区間は、八っパダムの本体工事開始に伴い、賀妻線の付け替えのため2014年10月1日に、供用開始された区間である。 新線区間はトンネルが77%を占めている。岩島駅を出て1キロメートルほどの地点で左へカーブして、第2アズ川橋梁を24の25%パーミルの勾配で駆け上がり、橋梁を渡るとすぐに、阿賀妻線では最も長い8パトンネルに入る。ここからはダムにより形成された八丁阿賀、妻湖の南側を通過する形となり、8パトンネルを抜けると、 川原湯温泉駅に到着する。川原湯温泉駅を出るとすぐに川原湯トンネルに入り、白岩沢橋梁を過ぎて横壁トンネルを抜け、第三東川橋梁を渡り、草津温泉、花敷温泉への玄関駅である長野原、草津口駅に到着する。長野原草津口駅を出ると、大使方面への支線の配線跡が分岐する。ここから先は1971年に、 延伸開業した区間で、起伏がある地形を走るため、トンネルをくぐったり、並行する道路の上を通過したりする。群馬大津駅はトンネルを抜けたところにあり、集落の中心からやや離れている、静かな駅である。トンネルを一つくぐって、元貨物駅で、側線もあり広い構内を持つ羽尾駅に到着する。羽尾駅を出ると一層山の中に入っていく。袋総駅は、 トンネルに挟まれた小さな駅で集落の端に位置する。万座、風和口駅は、妻まご村の玄関口で、万座温泉、風和温泉、浅間高原などへの起点となる。あず川は、渓谷から河原の様相を見せる。妻まご村の商業の中心となる、三原地区の様子や街並みが、車窓右手に広がる。万座、風和口駅を出ると、 蛇行して流れているあず川と絡み合うようにして、あがつま線の終点、行き止まりの大前駅に到着する。並行する国道144号は高度を上げていくが、あがつま線は緩やかな勾配であるため、大前駅は国道や集落よりも低い場所に位置している。便宜上、上越線の高崎駅渋川駅間も合わせて記載する。 すべての普通列車が新前橋駅まで乗り入れており、さらに一部列車が高崎駅まで乗り入れている。2019年度の時点で JR 東日本自社による乗車人員集計の対象駅は渋川駅、中野城駅、川原湯温泉駅、長野原草津口駅の4駅である。それ以外の駅は完全な無人駅のため、集計対象から外されている。 各年度の平均通貨人員、旅客運輸収入は以下の通り、JR 東日本各駅の乗車人員より、ありがとうございます。